の先発を少し入れ替えて臨みましたが5失点の大敗。今日はバウドが戻ってきています。まあ、浅野さん、チーム全体で立て直したいということですけれども、はい、J1 リーグの第14節清水エスパルス対柏レイソル、今前半がキックオフされています。川口、はい、という形ですね。左のウィングバックに今ボールを入れた三つ丸です、はい、そしてグラウンダー都市目に入って裏を取ってゴヤのシュート、大久保が出ていました。縦パスゴヤに入って、さあ左サイド三つ丸です。ゴヤが動き出している、三つ丸からピンポイントでこのゴヤに合わせてきました。一回こう引きつけて、はい、でスッと入ってくるんですよね。これでタッチも柔らかいですし、流し込んだゴールですけど、最後は立田の前に入ってきました、はい、スッと前入ってきは、そこ早かったですよね、非常に。はい、本当に三つ丸もやっぱここに出すというね判断、しっかりそれがあって、アシストの三つ丸から豊島です。中を見て、さあフリーで10番の江坂、自ら打ってきた、柏レイソル2点目、江坂のゴールで2対0。いや、見事なゴールですね。シュートはね見事なんですけど、やっぱりここのスペースフリーで江坂がいること自体がやっぱちょっとコンパクトになってないんですよね、清水の方の守備というか、中盤が戻りきらないから、今ディフェンスラインの誰かが出ていかなきゃいけないんですけども、はい、バウンドもちょっと下がって、数が少ないなという感じですね。さあこちら裏を取って、さあ小屋に渡る、小屋シュート、これはアウト、わずかに枠の外なんですけど、清水の方はやはり攻撃の時の人数のかけ方、もう少しこう相手を引き出すような動きとかスペースを作る動きがないと。J1 第14節清水対柏、後半45分の戦いです。2人しかちょっと絡んでないんで、前線のもう一人がもうちょっと絡んでほしいんですよね。受けに来てもいいですか、はい、さあヘナと、さあ、うん、ヒシャルチさんを剥がして、うん、自ら落ちてきた、ゴールキーパー中村のセーブ、足で打ってきました、中村いい反応ですね。これ三原です。江坂低いボール、これはオフサイドですね。最後は豊島が詰めていきましたがオフサイドです。流れるような、多分ここですね。さあ柏はプレスをかけていく、いや、三原が奪って江坂、そして動き出したゴヤですが、さあ右サイド北爪が来た、北爪自ら打つのか、まだ打ちません。そして江坂だ、江坂左足、うん、これはバウドの足に当たってコーナーキックになります、はい、さあ奪って竹内です。そしてジュニオール・ドゥタラ自ら行くのか、ああ打ってきた、さあこれまだ割っていませんが、ここではあります、うん、そうなんですね、コーナーキックになります。相手陣内でもう一回奪い返せればね、そういう形で西澤、うん、さあドゥトラを見ていたジュニオール・ドゥトラ自らコースを狙ってきた、いきません、形はできてるんですけどね。ですね、はい、西澤が入れて、さあカルリーノさん、ようやくネットを揺らして1点を返しました。ファーサイド来ましたね、今シーズン4点目のゴール、カルリーノス、よく叩きつけて枠台に落とし込みましたけど、さあここで終了のホイッスルです。ピッチ上倒れ込む選手の姿もあります。よく走りました。